早坂隆さんの戦時下の箱根駅伝ということで、生と死が染み込んだたすきの物語、もともと発行された本の、まあ、新書版ということになるわけでございますけれども、この著書は著書多数なんですね。著書多数なんで、検証史研究会顧問と書いてあります。検証っていうのは、あの先人検証とか英霊慰霊検証の検証なんです。その検証の歴史を研究しようとする研究会ね。こんな研究会あんだねってタモリさんみたいに言いたいところなんですが、実はこれ私があの代表幹事を務めております研究会で、実はその研究会の顧問をしていただいてるんですね、早坂先生には。アマゾンの紹介文ではこう書いてありますね。戦争が激化する中、一旦は中止に追い込まれた箱根駅伝だが、戦時下一度だけ復活した大会があった。昭和18年のその第22回箱根駅伝は幻の大会とも称される。それはなぜか、箱根路を疾走したのはどんな学生たちだったのか、大会後間もなく学徒出陣した彼らにはどんな運命が待ち受けていたのか、気鋭のノンフィクション作家が描く戦中の青春群像に第100回大会を迎える今だからこそ向き合うべきかもしれない。2016年9月に刊行された昭和18年の冬、最後の箱根駅伝に過失修正を加えて待望の書籍化。令和6年の1月の箱根駅伝が第100回なんです。この戦時中の昭和18年の箱根駅伝が幻の大会っていう言い方がされることはあるんですが、やっぱりどうしても戦時下に行われたから、なんかあれはなかったことにしたいみたいな人たちもとあの一時期いたということで、まあこれは歴史上箱根駅伝だという前提でこの本が書かれております。戦争中はとにかくね、あのなんかとんでもない暗い時代で抑圧されていたというイメージを払拭されることを期待しながら、まあ読み進めていくことになるわけですよね、この本。はい、最初の方にこういうことが書いてます。令和6年、1月2日3日箱根駅伝は第100回という記念すべき大会を迎える。今や日本の正月の風物詩となっている箱根駅伝だが、その最たるものが大東亜戦争下の昭和18年に断行された戦時下の大会である。スタート地点は靖国神社。そうなんですよ、靖国神社スタートね。今大手町のところですけどね、この時は靖国神社だったわけですね。往路のゴールは箱根神社だったということで、出場校は11校ということでございます。はい、第1回あの戦時中に、まあこういう形だったらやってもいいんだということで、まああの形式を変えて、まあ青梅街道を走るということで、まあ戦時中ですからね、大掛かりにあっちゃこっちゃ走るというのがはばかれたんでしょう。昭和16年1月には東京青梅館大学専門学校鍛錬軽装大会、なんかかっこいい名前ですね。今でもこれでもいいような気がしますが、で第2回はもうこれ日米開戦後です。昭和17年3月に米英撃滅祈願軽装大会、これもかっこいいですね。まあ、ただもちろん何度も言うようにですね、本当の敵はアメリカイギリスじゃなかった、ソ連とか共産主義勢力だったわけですけれども、まあこういうことでその駅伝らしきものが行われて、あまず箱根駅伝の代わりに行われたと。しかし昭和18年のはですね、ちゃんと、この全関連という歴史とした本来の主体ではない。これ昭和17年に1回中絶したことになってるから、もうそんな団体なかったはずだから、これは違う大会だという言われ方をすることもあったんですが、まあこの大会を主催するためだけに復活したと現在では理解されているようで、紀元2603年靖国神社箱根神社間往復関東学徒鍛錬軽装大会、これもかっこいいですね。もう今でも関東学徒鍛錬軽装大会でいいんじゃないかと思いますけどね。まあ通称は箱根駅伝でいいんですけども。この11校、参加の11校がこれでございます。青山学院、慶應義塾大学、専修大学、拓殖大学、中央大学、東京農業大学、東京文理科大学、これ、あの、今の筑波大学ですね。で、日本大学、法政大学、立教大学、早稲田大学。これ気になるところがあると思うんですけれども、はい。これ、あの、あいうえ順なんでしょうけど、最初の青山学院だけはこれ大学ついてないんですよ。実はこれ当時まだ専門学校だったんですね。別に専門学校だからしたとは言いませんけれども、まあ大学令というのが原敬内閣の時に出て、あの、いわゆる私立大学っていうのがどんどんできていくわけですけれども、青山学院はこの時点でまだ大学になってなかったけれども、この時が、青山学院にとってはですね、あの、この駅伝の初出場なわけでございます。だから言い方を変えると、戦時中に行われたこの、まあ、幻とか言われたこともあったこの、ま、あの戦時中の駅伝大会のおかげでですね、その青山学院、当時専門学校だったのが、大学に肩を並べる存在となったとも言えるんじゃないでしょうかね。だからこれは実は戦争による平準化と平等化の結果であるわけです。だからもちろん戦争はやらない方がいいに決まってますし、戦争によっていろんな犠牲があります。だからそういうのは大変悲しいことです。ただじゃあ戦争によって何かいい
い意味で生み出されたものとは何かということも、やっぱり歴史を考える上で捉えていかなきゃいけないわけですね。例えば、年金制度とか保険制度とか、そういうのが、近代日本において一番発達したのは、やっぱり戦時中だったりするわけですよ。今、年金とか保険のね、恩恵に預かっている方、いると、たくさんいると思うんですけど、そういう制度が確立されたとかね、まあ、そういう面もやっぱり見逃さないわけですから、何でもかんでも戦争の時のことだからダメだというと、歴史の本当の実態とかね、進化が見えなくなってくると思うんです。戦前だから戦時下でもそうだし、戦前の歴史自体を否定したがる歴史学者も多いんですが、まあ、戦前をやっぱり引き継いでこその戦後の歴史とか今だということもであることも事実なわけですね。例えば日本大学の駅伝詳しい方はご存知と思いますけれども、ピンクなんですよ、日本大学のタスキが、はい、これダニエル君ですね。昔山梨学院大学にオツオリっていう選手がいたんですけど、まあ、それを彷彿させるような速さの、ダニエル君で、このピンクのタスキはダニエル君がおしゃれだからピンクにしてるんじゃなくて、あるいは今の日本大学だけのピンクなんじゃなくて、これ戦前の第1回というか、その第3回大会でその日本大学が初めて駅伝に、出場するわけです。これ大正11年でございます。大正時代ですね。だから西暦でいうと1922年、今から101年前ね、その時にピンクにしたと。だから赤とかそういう色がもう捉えてたということもあってピンクにしたんですけれども、で戦時下でもそれが使われた。戦時下ピンクなんてだらしないとか、なんか緩いからダメだとか、そんなことは言われなかったわけですよね。そういうところもやっぱり、ああ興味深いなと私だったら思うわけですけれども、で箱根駅伝その昭和18年の大会自体のことはこの本に詳しく書いてます。だからちょっとここで、変にかいつまんで申し述べるよりはこの本を実際にしっかり読んでいただいた方がよろしいかと思うんですけれども、でそこに出場した学生たちは駅伝に出場して終わりじゃないんですよ。駅伝の後いよいよ戦局が厳しくなる。そんな中で皆さん出征していかれるわけですね。だから殉国の思いでその後行動されるわけです。そういう中で、著者の早坂先生が直接取材したこの駅伝アスリートの方々の、証言も取り上げられているわけです。東京農業大学の駅伝選手として、昭和18年の大会に出場した、この、百足武雄さん、で、この方が、大連生まれで満州の伊達天と呼ばれたらしいんですけれども、で、その方がですね、昭和18年の大会に出る時の心、思いとしてこういうことを語ってくれたと。この駅伝が終わったらもう戦争ってもう戦争自体始まってるわけですけど、自分も戦争に行かなきゃいけない。この駅伝が終わったら戦争で、これが最後の箱根駅伝だという覚悟を持ってレースに臨んだことを覚えてますね。え、今だったら駅伝選手もあるいは甲子園の球児もですね、まあ、今回負けても次があるわとかってね、最終学年じゃなかったらあるわけですけど、そうじゃないんですよ。当時はもうこの駅伝を走り終わったら自分はもう徴兵猶予が停止されて戦争に行かなきゃいけないってね、そういう、もうその思いで駅伝に参加する選手が当時いたんだということですよね。はい。あと、もう一人のこの本の主人公でもあります、児玉隆正さんという、この慶応義塾大学、私の先輩に当たりますね、の、選手なんですけれども、この方も海軍予備学生として、結構その後特攻隊員にまでなるわけですけれども、しかしその戦争に行く時の思いを、国がなくなったら何も残らないですからね。本当は大学だって行ってたし、駅伝も走ってないと思うんですけれども、まず国を守らないと、そういう思いで、たくさんの学生エリートたちが当時戦場に向かいました。はい。で、学徒死んでたくさん亡くなりましたよね。別に学徒だから尊いとかそういう話じゃないんですけれども、やっぱりその一つ一つの物語には大変な悲劇も含まれています。ただそれでじゃあ戦争が終わった後、ただ単にとんでもない戦争だったというだけじゃなかったということが伺えるのが、中央大学の村上俊明さん。この方もこの方は戦後は、OB としてその、ね、駅伝に携わったというんですけれども、みんな軍隊帰りですし、私はもちろん戦闘部隊で第3戦隊飛行隊なのですが、よその大学の OB に会うのが非常に嬉しいわけです。これだから戦後すぐの時ですよ。で、対抗意識どころじゃなくて大変な親しみ、ああ元気だったかというんでスタートしたんですね。そうなんですよ。戦後本当に日本がボロボロになった中でも駅伝が再スタートしたね。だから戦争自体は悲劇かもしれないんですけれども、いや悲劇ですよね、本来。悲しいことです、間違いなく。しかし戦争などの困難を挟んで、国難と呼ぶべきような困難も挟んで、なおそのより劇的に、
まあ、継承されたおかげで、さらに、まあ、その後、戦後盛んになって、今日まで続いている伝統もあるんだということをね、やっぱり著者のそういう取り上げ方とか筆致から、私もひしひしと感じました。2023年はですね、学徒出陣から80年という節目でございました。学徒出陣といっても、まあ、一方的に悲劇という側面ばっかりではないというお話は、以前別の回でしたと思います。だから、アメリカとかイギリスだったら、戦争が始まってすぐに学生が、ね、まあ、強制的とは限らないけれども結構志願してどんどん行ってたわけですよ。大学ガラガラになっちゃったわけですよね。特にイギリスではノーブレスオブリージュの伝統がありますから。でも日本ではですね、いいとか悪いとかじゃなくて、学生がやっぱり開戦から2年後までは学徒出陣みたいな事態にならずに、まあ、どうしてもって言って、志願する人以外はですね、大学で学び続けることもできたわけですよね。20歳超えてても。だからそういう側面、学生が大事にされた側面も考えましょうということを言ってきたわけでございますけれども、で、その著者がこの本を書く上での思いが前書きに集約されているわけですけれども、第1回大会以来、あの駅伝のね、無数の選手たちによってつながれてきたタスキ、そのタスキに込められた意味の本質を考える100回大会となってほしい。そして戦争と平和について、真摯に考える気持ちも助けのように後世につながっていってほしいと思うと。駅伝というのも、まあ、スポーツの一つに過ぎないのかもしれませんけれども、しかし駅伝は何か先人たちが行ったことを、まあ、そんないいか悪いかとかメリットデメリットっていうのをまず置いて、先人たちがやってきたんだから自分たちも継承する、その継承するっていうのが日本の文化の基本、日本精神の基本なわけですよね。で、駅伝もその日本の基本の一角をなっているんだということを私も改めて、感じました。けど、学徒出陣の悲劇の側面ばっかり語られることが多いんですけれども、やっぱり2年間、強制的な徴兵もされなかった学生というのは、実は日本の学生というのは、大事にされた。まあ、アメリカ、イギリスとかと比べても大事にされたんじゃないかという見方もできるし、そういうところから、この駅伝の話も出てくるわけでございますよね。駅伝をできたんだということだけでもですね、やっぱり学生に対するイメージっていうのが皆さん変わると思いませんかね。昔だったらなんか何もできなかった、戦争時だからとにかく嫌な思いばっかりしたっていうのから、いや戦争中でも駅伝をできた、あるいは日本社会がそれを許容したっていう方をですね、私はしっかり伝えたいと思います。昔の大学というのはですね、まあ、これ、まあ、いい悪いは置いといて、まあ、実情としてですね、戦時中は、まあ、世情としてはイケイケどんどんなんですけども、そういう世情と違う雰囲気を残す拠り所でもあったわけです、大学はね。ところが現在は逆に世情におもねって反日左翼的に利権化しちゃってるんじゃないかと、大学はね。だから世情ではね、なんかもうわけわからんこと言ってメディアが安倍総理を攻撃ばっかりしてるけど、いやいや、ちゃんと学問的にとか、あるいは現実的に見たらそんなことおかしいでしょと言うんじゃなくて、逆なんですよ。世間とかメディアで安倍さん叩くようななんか変なのがこう目にばっかり、そういうのばっかり目についてたら、大学教授もそれに乗っかったら、なんかテレビに出れるんだみたいな感じでですね、なっちゃってるんじゃないか。まあその一つの拠り所、よりどころというか象徴が日本学術会議だと思いますけどね。国の金を使って国のためにならないことをしてるとんでもない学者がいるもんですけれども、はい、そういうのが堂々とまだまかり通ってます。だから戦時下の大学との対比を考えるとね、これでいいのかという話になると思うんですけれども、で、その戦争、まあ、大きなテーマで、その戦争と学生とか、戦争とスポーツというのを考えたときに、まあ、確かに甲子園の大会も中断しちゃって、まあ、箱根駅伝もある意味中断しちゃいましたけれども、まあ、それが戦争という状況によってそうなった。だから戦争によって抑圧された、あるいは断絶してしまった。そういう側面が確かにあります。ありますけれども、まあ、ある意味、それ以上にですね、そういう側面ばっかり語るよりも、やっぱり戦時下でも継続された、この箱根駅伝みたいに、そういう私立、そしてその戦前と戦中をね、またいで、だから戦争を挟んだを今に至るまで継承されているという、そういう実情ね、そっちの方をやっぱりこの著者の早坂先生みたいに伝えてくれる、というのは本当にありがたいことで、私も、歴史学を担う一人としてですね、やっぱりそっちの方を同じように伝えていきたいと思います。そして戦争を挟んでなお継承されたこの駅伝のようにですね、そういうその古いにかけられて残ったものこそ、やっぱり真に将来にわたって民族的に継承されるべきものだという証となったと思うんですよ。戦争が起こった
とか国家の大物が起こったということによってやっぱりもう あっさり中断してしまうものというのは歴史のやっぱ試練に耐えられなかったということですから、本当に残すべきじゃなか残すべきものというわけでもなかったのかもしれない。ところがそれでも残ったのが、まあ、甲子園であり駅伝である、そういうものをこの著者も伝えてくれてるし、私ももともとそういう思いを持ってたのでですね、大変同感を覚えながら、この本を読ませていただきました。そうやってたすきがつながれていくようなものを、伝え継いでいく、語り継いでいく日本でありたいなと思わせてくれる、一冊です。はい、ぜひ、皆さんお読みいただければと思います。